カフーことマルコス・エヴァンジェリスタ・デ・モライエースは、ブラジル・サンパウロ州・サンパウロ出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元ブラジル代表。カフーは、ニックネームで、1970年代に活躍した、カフリンガーという名前のサッカー選手に由来する。長らく活躍したイタリアでは、特急列車を意味する、イルペンドリーノという異名で呼ばれたこともあった。 史上最高の右サイドバックとも評され、2020年に右サイドバックの歴代1位として、バロンドールドリームチームに選出された。初期1988年、18歳の時に、地元サンパウロのサンパウロ FC に入団した。入団後にサイドバックにコンバートされ、1992年、トヨタカップでは FC、バルセロナを破り優勝、1993年の、 トヨタカップの AC ミラン戦では、パリ、ニャの先制ゴールをアシストし、大会連覇に貢献するなど活躍した。1994年、レアルサラゴサに優勝への切り札と期待されて、移籍するも、攻撃を警戒され、対戦チームに厳しくマークされ、加入後出場した数試合でチームは、勝利できないなど、レアルサラゴサでは目立つ活躍ができず、1年で退団し、再び地元、 ブラジルに帰国し、SE、パウメーラスに移籍することになる。エースローマ1997年、イタリアセリエへの強豪エースローマに移籍。エースローマの18年ぶりとなる、スクデット制覇に貢献するなど主力として、活躍、218試合に、出場8ゴールを挙げた。AC、ミラン、AC、ミラン時代33歳となった2003年夏には、ローマを退団し、 J リーグ、横浜 F マリノスへの入団合意が伝えられたが、最終的には違約金を横浜 FM に支払う形で AC ミランがカフーを獲得した。AC ミラン移籍後は右サイドバックのレギュラーとして、いきなり2003から04シーズンの AC ミランのスクデットに貢献するなど、主力としての変わらぬ活躍を見せることになる。また、この年にペレの選んだ偉大なサッカー選手100人、 フィファ100に選ばれている。2006年まで長く UEFA チャンピオンズリーグのタイトルは獲得できずにいたが、UEFA チャンピオンズリーグ2006から07で19年目にして、初の栄冠に輝くなど、ベテランとなっても衰えぬ活躍を見せていたが、2007から08シーズンの終了後、AC ミランとの契約満了に伴い対談と、同時に現役引退。引退後は、 指導者には転身せず、夫人と共にスポーツ代理店を経営するなど実業家となった。1990年9月12日のスペイン戦で代表デビューを果たした。その後の1994年のワールドカップでは3試合に出場、決勝のイタリア戦では試合中のジョルジーニュの故障に伴い途中交代で優勝に貢献した。以後、 代表のレギュラーとしての地位を確立し、1998FIFA ワールドカップでは、決勝でフランスに敗れ連覇を逃したが、出場停止になったオランダ戦以外の6試合に出場、グループリーグ第2戦のモロッコ戦では、リバウドのゴールをアシストした。2002FIFA ワールドカップでは、キャプテンとして全試合に出場し、優勝に貢献した。2006年のドイツ大会では、 グループリーグ初戦のクロアチア戦でカカのゴールをアシスト、ラウンド16のガーナ戦ではアドリアーノのゴールをアシストし、準々決勝まで進むが、フランス戦で敗れ、これ以後、年齢のこともあり、代表招集されることはなかった。代表通算キャップ数は142を数えており、これはブラジル代表における歴代最多記録である。また、1994年、 1998年、2002年、2006年の4度の FIFA フフワールドカップに出場しているが、このうち2006年を除く3回はいずれも決勝まで進んでおり、決勝戦の試合出場を3度経験した唯一の選手である、サンパウロ FCAS ローマ AC ミラン。ありがとうございます。